ナイス。おい、ナイス。おー、シャッシ。おー、シャッシ。おー、ナイス。おー、シャッシャッシャ。おー、シャッシャッシャ。おー、疲れた。いやいや、あれだよ、お腹の筋トレ。何の体力使ってんだ、マジで。いろいろ急いでたから。よしよし。清き一票や、これは。ざっす。あー、疲れた。ほんまに疲れたわ。はい、はい、弁当を見てます。お弁当開いたよね。素晴らしい。どこですか？アーカイブ。アーカイブっすか？やっぱりそうっすか？おなんかね、おるな。停電中に開いたと思うよ。ああ、じゃあそうや、おまおじやこれ。マイカル見てて、停電開ける直前にキルされてます。あ、停電開ける直前。違う違う、うん。いや、説明してほしいんだけど、違う状況。マジで違う。だって考えてみてや、俺さっきめちゃくちゃ先行して俺停電直しに行ってるやん。ごめん、先俺話すわ。アーカイブのところで、ベントがあの入るのもなんか一瞬見て、うわ誰か入ったから俺殺されるかもと思ってシャワーの方降りました。で降りる時にもう一回ベントが開くのも見ました。で、殺される殺されると思ったら、シャワーとメインの入り口のところで死体を発見したっていう。どういう状況？俺は、7個とシャワールームに一緒にいて、ラウンジ側に抜けて配線タスクをやり、そしたら弁当が停電だったんだけど、その時弁当がパカッて開いて、うわっ、と思って、でも分かんないから停電中で。しかもちょっと離れてたんで。高田さん、僕高田さんがシャワーの、 あのタオルやってる時に、下に抜けていくの僕見てません？で、そっから僕、停電になってもう一回アーカイブ証拠切って言ってるんですよ。え、そんなルートで言ってるの？現です、奈々子さん、お肉位置ってどうでしたっけ？お肉はシャワーとメインの間のところにあるんで。めちゃくちゃ余計におまじっぽく見えるけど。まあでもそこ通ってるってことですよね。そうだよね、おまじ自身が今通ったって。うん、通ってる。シャワーからメインに抜けようとした時ぐらいに停電になって、で、戻ってアーカイブ証拠機右で、停電の、あの配電盤を開けようとした瞬間にもう開けちゃったから、停電が。あ、よかったと思って戻ろうと思ったら足湯さんが上から来てたみたいな。まあでもアーカイブの弁当は必ず開いた。入ってるか、うん、俺は2回分見てるか知らないけど。あの入ったか出たか分かんない。あとアーカイブで僕本直すタスクやってたんですけど、で停電中にあれ弁当開いたかなと思って左に行ってる時に、おまおじと並走する形で停電直しに行ったんですよ。並走はしてない。俺のが絶対先行ってる。ちょっと先かもしれないけど、僕結局本直してたから。絶対違う。とりあえずは入れてないけど、ベントに関してはアルマ不死身は絶対ないです。バイタルキルも無理です。メイヤさん多分近くにいたと思うんで。あ、僕メインゴミ。電柱でよかったね。はい、昼待ちでよくねって思ってる。あ、一応ごめん、ゲンさんに疑われてるみたいなんで言っておきます。ゲンさんとアルマくんと、はい、僕キッチン側ですれ違ったじゃないですか。で、エンジンルームメインの扉を開けてメインのゴミ捨てして出たタイミングぐらいで、レポートって感じです。まあ、あと一応慎太郎も場所言っとくと、貨物に行って怪しい位かもしれないけど、定例は僕が直してて、うん、伏見屋くんの情報から無理かな。伏見屋慎太郎じゃない限りは。停電が開けた瞬間のキルなんで。停電開ける直前なんで。開ける直前でしょ？だって俺はじゃあ直してるんだから、キルに届かなくない？弁当あるかもしれないけど。あ、ん？あ、確かに無理か。開ける直前。あれだわ。今めっちゃ重要な情報思い出した。して直した。はい。うん、あれ、確かタオルタスクやってる時に、うん、アーカイブから竹雄が多分下に下ったよ。下った。そうだよね。で、おまおじもその時に一緒に、どっちが先だったっけ、あれって。竹雄さんの方が先に抜けてると思います。僕、ヘッドで取ったんで。
あ、そうだ。で、俺がその間に上に上がったんだ。それは知らないですけど。そうだ、いやいや、でもおまわじいた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 。僕いて、で、竹雄さんは多分何もせずに通過していったんで。通過した、通過した、通過した。で、僕はヘッド叩いて、で、下に降りてるから絶対その時差があるんですよ。で、降りた後、停電になって戻って、停電を直そうという動きがあって、僕はちょっと申し訳ないけど、ベントがそんな開いたかどうかは知らないんですよね。でもまあ確かにそう。ハイムイベント的には、ごめん、あの、ベントから出てきたのバカって開いたのを見て、怖えと思って下に降りたら死体だから、あじゃあ開いてたの人と、うん、ベントの人と殺した人は別だと思う。うん、いや、だと。でもシャワー、シャワーメインって言ってませんでしたっけ？シャワーメインの間のところに。はい、で、多分現てかこれ客観視多分お肉に近いのって奈良子さんを除くと麺屋さんになります、うん、そうですね、うん、あそうなの、まあ、あとおまおじさんが通ってるのでまあおまおじは単純に通って、でもシャワーとメインのところまで減算して俺って行けますか？行けます。だって宿舎前のドア2つ開けて金庫磨くコイン磨くぐらいまでできたんで全然行けると思ってます。はい、新様とおまおじさんって見合ってますか？貨物で。いえ、あ、まず貨物ではないですよ。昇降機右っすよね。昇降機右の方に。昇降機右で、うん。貨物の方に走ったって言ってませんでしたっけ？うん、昇降機右の方って言ったよ。うん、アーカイブから左昇降機。あ、そうでしたっけ？ごめん、精神。はい、アルマくんやりましたね。はい、まあ結論から言うと、麺屋さんが貨物の被害者のベントの右側で殺してました。ロラで大丈夫ですが、アルマくんからつってください。うん、まあまあさっきの容疑的に麺屋さんからで多分相違は取れてるとは思います。まあ、さっきの容疑は僕になってしまうかもしれないけれども、僕目線さっきのキルが、僕じゃない可能性だったとするとおまおじさんになるんですよね。だとしたらおまおじさんとアルマくんの二郎だと思ってます。誰を、ちなみにこれは、あ、藤宮くんでしょ。藤宮くん、藤宮と僕で貨物で停電を直して、奈良子さんも途中から来ましたよね。はい、合流しました。で、その後、麺屋さんがなんか上から来てなんかうろうろして、で、その後僕が貨物の覚え木入って戻ったら、麺屋さんが藤宮さんをキルしてました。ゲンさんもさ、同じらへんにいない？僕は見てないです。ゲンさんは見てないから。ゲンさんは開幕メインから一緒にシャワーに入ったところで僕は見てない。うん、その後アーカイブのタスクをして、停電になったので、ラウンジ行って、貨物に着いたら停電が治ったので、給油タスクをして、診察室の方に行こうとしたタイミングで、アルマくんが切ってレポートしたって感じです。めちゃめちゃいい情報ありますわ。藤宮が死んだから、僕、ベントもキルも藤宮から否定されてます。うん、で、それを別々の人間と捉えるなら、もう僕は白です。そもそも。確かに。まあ、本当だ。同じ人間だったら、ベントの人間がキルしてる可能性もあるんじゃないですか。まあそれを追うんだったら僕もありえますけど、うん、そもそも村の信仰としては別なんじゃないかっていう信仰で今進んでいるの で俺視点別なので、ここは麺屋さん釣りで確定。あ、別に僕でもいいんだけど、しっかり配置決めてアルマくんまでしっかり釣り切ってください。最終の位置なんですけど、昇降機にいた実覚のある方っていらっしゃいますか？昇降機俺です。ラウンジ、じゃあ次は奈々子さんじゃないですか？俺かな、違う、俺だと思う。アーカイブにクソほどいたから最初、ね、あのね、僕一番最後と、まあ、本当にでもギリ3秒ぐらい前のアドミン持ってて、貨物3やったんは見ました。で、ラウンジ、昇降機で、エレキ、石油全部1で点在してたんです。あ、配置決めてください。配置決めてください。新太郎です。配置決めてください。オッケー、新太郎ボタン押しに行く。ボタンは折れないから、じゃあ右行きます、足。俺シャワーいたと思うんだよな。エレキの方行ったってこと。右行く。シャワー消えてんのでけえ。怖っ。コミサボ、コミサボ僕が直しました。うん。新太郎くんが直してくれてました。あれ、新太郎ってボタンなかった感じ？もう多分初手で使ってたんじゃないか。そういうことか。
ないです。なんか意味わからん動きしてる。と結論、タンズリでいいかなと思ってて、メイヤさんの件に関しては。あの中野くんのさっき話したところ、俺はもう弁当がバカって開いて、あそれに逃げるように下に行ったら死体があったので、うん、そうね、僕も見てるんで、弁当が開いたっていうのは、入ったか出たか分からんけど、で、奈々子さんが出たって言ってるんで。ので、それはそう。うん、ほんで、原さんの方は、剣士はシャワーで見たっていうことなんだよね。原さん初動ね。だからあの辺にいたと思う。俺と奈々子と足湯と、うん、あれ足湯だっけ、メイヤと、で、アーカイブにも4人ぐらいいたと思うんだよな。いたいたいた。で俺、アーカイブ入るときに原さんを見た記憶があるから、シャワーで。シャワーで見た。シャワーですれ違った。僕がメイン行くときに。タルちゃんと見たんだっけ、ウィングですか、あの、昨日のとき。2キリ起こったときは最終がセキュリティですね。ああ。で、一応定例になる瞬間に足湯さんとエレキで見合ってて、うん、アドミン情報でも最後セキュリティがあるんで。あるあるある。あれエレキ1は誰じゃん、エレキがおそらく足湯さん。あれじゃあ、一足りやんか。死んでる。死体足りてないな。覚え芸の。覚え芸とこら辺になるか。あ、てか、僕が貨物の覚え芸入ってたから、それが一個消えてるかも。あ、じゃあ貨物さんがおかしい？でも、どの位置合わへん。あ、いや、貨物さんがおかしいか、それだと。奈々子さんがラウンジで、最後、死体と僕と名屋さんだから。やっぱり合わへんな、数。まあ、最終最後は貨物に絶対つく1枚です。シャワーでのゲンさんの目撃情報ってあるんですか、ね、まあでも初動って、だいぶ初動。だいぶ初動。だからどっちに行ってるかがわかんない。アーカイブ側には多分来ていない。俺らが4人いる状態の時にはね。あれメイン側からは入ってる、ゲンさんは。さんのアドミンって当てた、絶対に当てた。確かに俺はギャンブルが好きやけど、たまたま言ったら当たってたみたいな。そんな3年間あるよ。そんな夢の3年間当てるよ。そうはないと思うな。エレキセキュリティピンポイントで合ってるから当てたやばい。じゃあしようかって言われた。せやそっかそっか。ほんでまあ今日馬券外れたし関係ないけど当てたわやばい。やばいわ、当てたわやばい。まあ、アドミンのボケいたらもう知らんから、ね、アドボケいたら、あら、ああ、僕はタスク、ミーティング初動のボタン、ごめん、覚えゲーしてミーティング行ってタスク終わってずーっと連打しましたボタン、停電中。で、う、も、ん、もうこれって多分剣しか足湯さんしかないかなと思ってるので、でも足湯じゃなす、うん、あ分かんねえな、エレキでそう見合って診察行ってで停電のところで終わりって感じだけど、うん、まあだから結局あの日の弁当市にいたのが足湯さんと剣士、まあもちろん俺もそれを言ってはいるけど、まあ俺はいはいはい、ああ確かにね、まあさあ、まあ弁当とキルの人物が別で、メイヤがシャワーが切ってるんだったら結局その3択って、そうそうそう、剣士か足湯さんで、うん、でまあしかも今の情報的にも源さんを切れる位置なのも多分剣士か足湯さんだと思う。弁当って高田さんと奈子さん一緒に見たんじゃない？いやあのね、ごめん、ね、あの同じ位置で見たんじゃなくて、まず俺が弁当見たって言って、その後剣士が俺も見たってなって、足湯さんが俺も見た気がするっていう気がするみたいな。だから結局本人を見たわけじゃないから、停電そういうことか。位置はねバラバラ、多分ね、足湯が見たって言ってるのがアーカイブ、俺がラウンジ側から見て、奈々子がシャワー側から入ってっていう。そうね、あめちゃめちゃ勘違い、奈々子さんと高田さんがもう一緒に見たのかと思って。まあ奈々子とはちょっと前までは一緒に行った。俺がそうそうそう、あのタオルタスクやってて、タオルタスクのところで、まあそのね、剣士が俺がタオルタスクやってんのを知ってるはずだから、入ってるとしたらめっちゃギャンブルするなっていう感じはあるんだけれど、うん、でもまあ俺はちなみに、おまもちさんの主任情報を出していいですか？お、いいですね。停電前にアーカイブにいました。停電の 3,4 秒前ぐらい。はいはいはい。貨物のどこだろう、なんていうの、死んでるとしたらアーカイブだと思う。貨物で死んでるのあんのかな。まあ可能性はあるかなって僕は思って、でもバイタル情報を見に行ったら、僕エレキでタスクやって、停電中にバイタル確認したらもう死んでて、
そっから貨物の停電直しに行った状態で。タスクってどうなってます？もうすぐ終わる。もうすぐ。あと2個分。これも終わる。まあまあ、うん、タスクでいいと思いますけど。ケンシロ6割、アシューさん4割。うん、あ、じゃあもう俺ナラコ10割で。じゃあナラコ10割で。でもおまおじさんが死んでるからアドミン死んになってるか、アシュー死んだろはあんま追ってないんですよ、うん、僕。どっちか。ななこちゃん。ナナタカの殴り合いですよね。ナナコさん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 。だいぶ無理があるくらいかケンシ。ナナコさんコクピットでナナコさんが切りました。だいぶ無理があるくらいかケンシ。いやでも一応第三者目線だとコックピットにシン様が抜けてナナコさんがブックに抜けて高田さんがあっち飛び行ってる。だからアシューさんと見合ってる。俺今アシューさんと手ボデキ。足湯死ねよ、足湯死んでしまえ、足湯なんでそんなとこいるんだよ、カサロがなんで足湯許せねえこいつ、無理がある、無理があるってそういうことかよ、許せねえよ、なんでだよ、綺麗な論破だったな今の、無理じゃねえかよ天望にいたのか。いやナイスファイト。そう。いや面白かったな。いや終点望にいなかったらな、普通に奈良ことの殴り合いでいいやと思って。いや面白かった。死んだらぶち切ったのに。ちなみに僕見えてなかったっす今。ええー。いや自白しちゃった。まあ展望で足湯さんいるとは、ね。ああそうね、その情報がまあ結局白石になっちゃうか。そう。確かにそうや。うん。いや、重かったよ。